ャンネル登録されました。あといいねボタンの方もぜひよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは鹿児島にあって TFC 応援リーダーの田野豊です。今日はですね、皆さんに、リフティングとか、パスとかドリブルとか、まあ、いろいろ基礎技術を、まあ、できる人もいるかもしれないですけど、もう一度おさらいということで教えていけたらなと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。リフティングなんですけど、下から上げられる人はこう下から上げてスタート、はい、スタートっていう感じ で上げるのがまだ難しいなって、そこで引っかかって楽しくなくなっちゃったらしょうがないので、上からもう投げてもらってトントントンやってもらう感じで、はい、下からできない子もいるかもしれないですけど、はい、上げ方、はい、引いて、はい、トントロン、こうですね、はい、上げて、で基本的に、はい、リフティングっていうのは、まあ、インステップ、それからインサイド、はい、でアウトサイド、すべてをこう使う練習だと思います、はい、基本的なリフティングはインステップって言って、この靴ひものところ、靴ひものをちょっと押したら硬い骨があるところですね、はい、ここにしっかり当ててあげて、はい、でつま先をこうやって上げたまま、あのボールを蹴っちゃうと自分の方に来ちゃうんですよね、こうやって。だから次できなくなっちゃうんで、なのでつま先はできるだけ正面を向けて、でここにボールを当てるっていう感じですね。こういう感じで、はい、下からいきますね。当てる。棒立ちになっちゃうとこうやって苦しくなるんですよね、こうやって。大事なのが触ってない方の軸足、はいはい、軸足をしっかりこうクッションとして使ってあげるっていう、簡単に言うとちょっと曲げるって感じなんですかね、はい、膝を曲げて軽く曲げて、ボールのこう落ちてくるスピードに合わせてこう一緒に、僕はよくダンスを踊ってるって言うんですけど、こっちが動いてるのに自分だけこうやって固まっちゃってたら、はい、こうやってできなくなっちゃうんですよね。あ、だからボールに合わせて落とすっていう感じで、はい、やってもらえればなと思います。あとは、今この硬い場所に当ててリフティングしてましたけど、はい、次はこのつま先らへんを使ったリフティングをやります、はい、やっていくと、どっちかというと膝を使うってよりはこうロックしちゃって、股関節でこう上げるような、股関節でこうする、こう、もう固めちゃいます、はい、足首を固めちゃって、はい、やはりポイントは膝をやっぱ軽く曲げるってことですか。膝、これつま先とかあんまり曲がんないですね、その軸足は。でもやってる方はこれですね、この膝、この、はい、この動き、はい、膝を曲げて伸ばす、こうやってさっき言ったこのインステップで当てるっていうリフティングもですし、はい、ボールの回転なんかもちょっと見てみちゃったりして、はい、こうやって回転をかけな、わざとかけながらするリフティング、はい、これは特に膝を使うんですよね、はい、膝、足首で、あとは無回転、回転をこうかけないリフティング、かけない、なるべくかけない、かかってますねこんな感じで回転がかかんないようにするリフティングと、あとさっき言った、はい、このつま先、はい、やっぱリズムが大事なんですかね。ですね。その時はやっぱこうリーダーはやっぱ桜島を考えて、桜島リフティングとかサッカーしてる時によく聴く曲って、はい、結構アップテンポな曲多くて、はい、どっちかって言ったらあのブラジルでよくあるようなサンバとか、はい、ああいう曲、テンポが速い曲を聴いたりしますね、はい、なんでこうリフティングが大事かって言ったら、足の感覚ってどんだけボール触るかによって繊細さって変わると僕は思ってるんで、はい、だリフティングできる人ってやっぱパスが上手かったり、はい、トラップが上手かったり、足技が上手かったり、技術があるっていう選手が多いので、うん、だからこう普段誰も何もすることがなくて家で一人とかいう時、こうやってリフティングをどこに当てればいいっていう意識を持ちながらやってみるっていう、で右で2回
左2回とか。おお。とか。で右左右左右左とか。ああ。右右左とか。構えるとタップしてみる。ああ。構えるとタップ。それなりに膝よりこう高く上げない。低いリフティングだったり、こうやって速いテンポのリフティングだったり、つま先ジャン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 ってやるリフティングだったり、この間の動画でも言いましたけど、神経系の発達が本当に優れてる時期なので、小学生ってなので、こういう細かい足でボールを触るような基礎っていうのはしっかりやった方が、後々は自分のためになってくるのかな。